小惑星ルナ2。今ここには連邦軍の最前線基地がある。補給の隙を突き、シャアの包囲を突破したホワイトベースはここルナ2に寄港していた。しかしそこで少年たちを待ち受けていたのは、ルナ2方面軍司令ワッケインと戦いがもたらす厳しい現実であった。ワッケイン司令、避難民だけでも収容していただけませんか？皆さん方には気の毒だが、この船は新型の戦艦です。地球連邦軍本部ジャブローに直行して皆さんの以後の処理を決定します。ひとときの休む間も与えられず出航するホワイトベース。一方、これを追うシャアは大気圏突入の隙をついた前代未聞の攻撃を敢行する。第一目標木馬、第二目標敵のモビルスーツ、諸君らに期待する。発進後4分でホワイトベースに戻るのよ。そうしないと大気の摩擦熱で焼け死ぬわよ。了解。後方 R3 度、ザクは4機です。4機も？話が違いますよ。事実は事実よ。シャアだって補給はするでしょうね。ち、気楽に言ってくれて。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパッドへ発進、どうぞ。行きます。大気圏突入。アムロ、うまくやれよ。敵もモビルスーツを発進させたようだ。ドレ、援護しろ。我々は二手に分かれて攻撃を開始する。了解。やらせるか。行け。もっと接近して叩け。は、しかし銃撃が激しくて。これが激しいものか。よく相手を見て下から攻めろ。アムロ、ザクがホワイトベースの下に回り込む。頼む。行け。右舷基準、迎撃急げ。破損箇所に応急ウォールフィルム処理、急げ。こいつ落ちろ。クソ。左右を狙える基準はどこなんですか？第35のはずです。右側前の方を狙います。やってみるか。やらせるか。くそ。行け。戦況は？はあ、思わしくありません。なんだ？なんだ？腕が上がってきたようだな、このパイロットは。
ロ、ガンダム、聞こえて、タイムオーバーよ。アムロ、ホワイトベースに戻って、タイムオーバーです。大剣突入スタンバイ、各砲座収容。アムロに伝えろ。これではガンダムも大気の摩擦熱で燃えてしまう。アムロ戻れ。ブライト少尉、私の使命はこのホワイトベースとガンダムを無事にジャブローに送り届けることなんだ。ガンダムを収容しろ。燃えてしまう。リード注意、椅子にお座りください。危険です。軍法会議者だ。いいな。アムロは戻ってないんですか。落下速度がこんなに速いとは。あった、大気圏突破の方法が。間に合うのか。冷却シフト、耐熱フィールド、前回の接続。アムロ、うまくやれよ。敵もモビルスーツを発進させたよ。どれ。戦況は。はあ、思わしくありません。クラウン、ドレンのカプセルに戻れ。クラウン、聞こえないのか。クラウン、構わん。敵のモビルスーツとて持ちはせんのだ。まっすぐカプセルに向かえ。突入スタンバイ、各砲座収容。アムロに伝えろ。これではガンダムも大気の摩擦熱で燃えてしまう。アムロ戻れ。ブライト少尉、私の使命はこのホワイトベースとガンダムを無事にジャブローに送り届けることなんだ。ガンダムを収容しろ。燃えてしまう。リード注意、椅子にお座りください。危険です。軍法会議者だ。いいな。アムロは戻ってないんですか。アムロ、機体ダメージ上昇、注意して。クラウンはダメです。残念ながら回収不能です。助けてください。減速できません。シャア少佐、助けてください。クラウン、ザクには大気圏を突破する性能はない。気の毒だが、しかしクラウン、無駄死にではないぞ。うわー！
落下速度がこんなに速いとは。あった、大気圏突破の方法が間に合うのか。